にちは。大谷スタイリストミッツと YouTube ディレクターのクルです。初登場。初登場です。お願いします。今回は大谷、はい、単独でポップアップショップをちょっとね、先日行ったんですよ。行いました。はい。で、こちら来場できなかったちょっとお客様に向けて、はい、どういうことやってたのかなみたいなところをお伝えしたくてね、はい、急遽動画の方をお送りしてます。回してます。そう、回してますからね、これね。で、今回そのポップアップショップを、はい、ディレクション兼店舗店長をね、やっちゃったよね。そう、大層なことじゃないですけど。お、やってたのが私、クルでございます。はい、クル君でございます。今回のポップアップショップなんですけど、場所がどこでやってますか？こちら、原宿のジョイントギャラリーという場所で開催してました。うん、そうなんです。はい、まず、感想どうでした？やっぱり、僕たちが想定していたよりも、うんうん、たくさんのお客様にご来場いただいて、そうなんです。混雑しちゃって、若干お待ちいただく場面もあったんですけど、やっぱりね、こうやって通販で普段現物見れないので、実際に触っていただいて、うん、おいい感じだとか、うん、買いますみたいな声もいただけまして、うん、嬉しかったよね。嬉しかったです。本当嬉しかったんですよ。はい、だからお待ちいただいてる間とかに、いろんなね、こういうちょっとお部屋に住んでて、もうちょっとおしゃれにしたいんですけどどうしたらいいですかとかっていうことを質問いただけて、その場でね、お答えすることができるっていう、やっぱ対面でしかできないコミュニケーションの取り方っていうのがね、ちょっとできたんでね、すごい良かったですよね。良かったです。本当に。じゃあね、ちょっと前置きはこの辺にして、はい、早速中がどんな感じでやってたのかっていうのをお伝えしたいんで、行っちゃいましょうかね。行っちゃいましょう。はい、じゃあこちら、レッツゴー。はい、ちょっと入り口がこんな感じになって、はい、まずドドンと、これなんですけど、ここからこだわってて、はい、やっぱりポップアップショップとしては2年半ぶり、うん、そうだね。はい、そして単独では、うん、この路面店としては初めてポップアップショップを行ったので、うん、そう、ババンと、うん、大谷ですよと見せようと思って、こんなに大きく作ってもらいました。もうね、店長めっちゃここからこだわって、ちゃんともう来ていただいてすぐに、あ、ここで売ってんだって分かっていただけるような感じでね、はい、ちょっと店長自ら頑張ったっていう感じです。はい、じゃあ中ね、行っちゃいましょう。ちょっとね、もう見えてますけどね、はい、多分皆さんお待ちかねだと思うんで、どうぞどうぞ。じゃあまず入って、こちらがくるくんは覚えてる？ヴィンテージスタイルの、はい、正解。やっぱ男性にちょっと人気な感じはありましたよね、接客してても。ただね、これが古く一押しの、現物初めて見たんですけど、うんうん、なんか写真で見てるよりもやっぱり、うん、素材感とか、うん、光沢感もありつつ、うん、なんか結構ネットの値段の割には、うん、しっかりしてる、しっかりしてて、そうそう、こうやったらこうやってね、はい、ちょっとベッドっぽくもできて、うん、あとこれに関してはお客さん、え、ちょっと嬉しいって言ってたのが、はいはい、半分ずつで倒したり、そう、このままできるのが、ね、なんか、え、新しいみたいな、大体もう一つなぎでドンってやつがあると思うんだけど、これだとね、ここにお客さん広々使ってもらって、うん、自分こっちでちょっとくつらいでとかでもできるっていう話を、はい、昨日お客さんとね、話して、うん、確かにその使い方もいいですよねって言いながら、ご覧の通り男性が座ってもやっぱりこんなに余裕があるので、うん、ゆったりね、使えるね。あとはやっぱり私はこれかな、ね、このデスクを目当てに見に来たってお客様もいて、うんうん、すごい多かったですね。これはね、やっぱり1枚のね、はい、デモと天板がやっぱ特徴的ですかね。シンプルなんですけど、やっぱりシンプルだからこそ自分家でなんかいろんな組み合わせでちょっと表情変わるようなワークデスクみたいな感じになってるんでね、ここが嬉しいポイントですね。アーチの部分がね、やっぱ座った時にこうなんか圧迫感がないというか、ちゃんと体にフィットするような感じのアーチなんでね、おすすめですね。じゃあ次いっちゃいます。じゃあ次はこっちに、はい、どうぞ。はい、じゃあ2問目ですね。はい、はい、こちらはモダンのお部屋ですね。はい、正解です。本当にね、こちらは無彩色でまとめて
ってすごい落ち着きがあるんですけど、4つの中でも一番なんか人を選ばないっていうか、男性も女性もちょっと年配の方たちもなんかご夫婦でちょっとこの収納だなの方をネットで見てて実際物見たかったんですとかっていう声も多くてですね、これもねすごいいいですよね。これは組み立てが足だけだと。そうですそうです、この一つが、まあ、この大きさで配送されてきて、あとは足の取り付けのみみたいな形ですね。あとはこいつね、これもいいですよね。これも先ほどのグリーンのおソファーと同様でベルベット調の生地になってますね。で、まあ、ちょっと今靴履いちゃったんでね、足置けないですけど、オットマンがついてるんで、まあ、L 字にしてこう足を伸ばしていただいたりとかいうこともできるのと、こうやってちょっとセパレートすればお客様が来た時にくつろいでいただけるっていうような感じで使えますのでね、ぜひ見ていただきたいですね、はい、あと僕はちょっと小物なんですけど、あ、言ってたね。そう、結構お気に入りでこちらです。意外と存在感があるので、うん、1個置くだけでなんかお部屋のこなれ感というかね、こだわってるから、うん、ちょっとおしゃれなね、はい、感じてるかなと。じゃあちょっと次こちら、はい、ここはやっぱりね女性に大人気でしたね。ナチュラルテイストそう、韓国風味で、そうです。で、一番おすすめしたいのが2人同意見でこちらでした。ロデットですね、はい、やっぱお客さんたちもこれ目的っていう人結構多かったですね。多かったです、良かったです。で、意外と気づかれてなかったのが、ここは引き出しになってますという。そうなんですよ、商品ページになるとお客さんもやっぱりここ知らなかったですみたいな方も結構いらっしゃって、うん、はい、ありましたね。雑誌とかこうリモコンとかも、うん、しまえるよ、はい。で、こちらとお揃いでこのシリーズとかがね、ちょっと展開されてるラタンチョーシリーズのものですね。詳しくはね、なんかインスタライブでもやってますし、あの YouTube ライブでもお伝えしたりとかね、はい、あのいろいろしているんで、ちょっとインスタの方はアーカイブ残ってるね。そうですね、そちらとかでも見ていただいてる感じですね。じゃあ次、大人かわいいのところ行きたいです。はい、かわいいという感じ。そうなんです。でね、今回はここちょっと私に担当させていただきました。そうです。で、ちょっと今座ったこちらの一人だけのソファーになるんですけど、これ結構好評でした。そうなんです。で、皆さん、あのなんかピンクのお色味しかないんですかっていうことを聞かれたんですけど、はい、ちょっと今ちょうどね横にあるこちらのグレーのものあると思うんですけど、こちらに近しいグレーのお色味でもう一色展開あります。まあ、詳しくはちょっと商品ページに、そうですね、見ていただくような感じで、はい、で、他にも高評価だったのがはこっちの、うん、このマットレスの展示もしていて、うんうんうん、結構ローヤーでもマットレスあるんですかっていうのをたまにお聞きはするんですけども、はい、やっぱり試されてお客様が多くて、うんうん、意外と柔らかいみたいな声をいただいて、しかもこのベッドフレームも特徴的で、うんうん、そうなんですよね、この部分が、うちの商品のベッドフレームの中でも割とデザインが凝っているものですね、はい、やっぱり女性の方とかは、うん、なんかね、これあるだけでちょっと海外なお部屋の雰囲気出るんですよね、ドレス感みたいなのが出ますよね。そうそうそうっていう感じのね、ちょっと大人かわいいっていう部屋でしたね。じゃあ最後にこちらですよね、意外と高評価だったエリアです、はい、本当はさっき紹介した4つのコーデのみの展示の予定だったんですが、うんうん、せっかくポップアップショップで皆さんに見ていただける機会なので、うん、もうたくさん見せちゃいたいということで、うん、急遽ですね、うん、お持ちしたこの、まずはこのドレッサー、今私座るところですかな。これもなんかちょっと可愛くないですか、エレガント、なんかフランスのお部屋とかにありそうな感じのゴールド足でね、白ので白なんで、やっぱりあの物件とかもね、白の壁紙の物件は多いと思うんですけど、すごいマッチするものなんでね、で、なんかちょっと合わせていただいて、こういう小物類だったり置いていただいたりね。次がこちらのシェルフになります。そう、これ同じシリーズの段違いですね、4段タイプと3段タイプって感じなんです。で、くるくる分かってないかもしれないんだけど、これはね、棚板が
ここは固定されてないんですよ、真ん中だけ、そう、上下のところはネジでちゃんと固定されてるんですが、ここにそう置けるんだ。お気づきですかね。ここが可動ができるんですよね、この分。なんで、あの自分のこの置きたいものに合わせてちょっと段違いにしていただいたりとかすることもすごくできる便利なものです。こちらの3台タイプも真ん中は可動ができる棚になります。やっぱこういうことも実際に来ないと気づけなかったりするので、うん、そう、細かくね、商品ページには書いてるんだけど、はい、なんかちょっとこうスルーしちゃってたりすると気づけない点もあるんで、それがまあリアル店ならではでね、はい、体感できるものなのかなって感じです。ちょっとこんな感じでね、はい、あのポップアップショップの店内、今回はちょっと動画で来られたかった方たちのために、はい、あのお送りした感じですけども、はい、いや本当は東京だけの開催だったので、うん、来られなかった方もたくさんいると思うんですけど、うん、やっぱり大阪とか名古屋とかでも開催してほしいっていう声は、うん、もちろん僕らにも届いているんですけど、ね、そうそうそう、だから、はい、もう次回ね、またこういうちょっとまだね予定はないんですけども、皆さんからの、はい、来てくださいっていうコメントがね多ければ多いほど、ちょっともしかしたら次のポップアップショップ実現できる可能性がね、はい、高くなってくるかもしれないんで、ね、ぜひコメントねいただければ嬉しいですね。具体的にここに来てほしいっていうコメントお待ちしてます。お待ちしてます。今回の動画がね、はい、参考になったという方はいいねボタンとチャンネル登録していただきますと嬉しい限りです。嬉しいです。じゃあまた次回の動画で皆さんにお会いできるの楽しみにしてます。じゃあね。